50代は一番差がつく年代。こんにちは、金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は50代から強く生きる方について解説していきます。あなたはどんな50代を生きたいですか？50代はあらゆる意味で大きな差がつく年代です。こんなはずではと後悔する人もいれば、自分の人生に満足している人もいます。この人生格差を生む原因は今この時の心の差にあります。僕たちは常に今この瞬間を生きています。今ここ私を生きるしかないです。50代からはそろそろ楽しいこと、嬉しいことに目を向けて、気楽に身軽に愉快に生きていくことをお勧めします。必死で頑張るのは若い人に任せてください。今回は50代以降の人生を輝かせる方法を11個紹介します。人生を楽しむヒントを見つけてください。参考になった人はいいねやコメントをください。また人に教えたくなった考え方をコメント欄で教えてください。1個目、現実の幸福を実感する方法。お釈迦様は足るを知るという言葉を残しました。僕たちはすでに全て足りていて、何も望むことなどないのにそれを探しては苦しんでいます。僕たちが足るを知るができない原因の一つが比較です。つい自分と誰かを比べて自分にないものを探し出します。例えばブータンの国民の幸福度が高いことはよく知られています。豊かとは思えない暮らしでも国民の多くが満足していると感じるのは彼らに比較する対象がないからです。そしてブータンにおいてごく少ない満足できない人たちは大抵海外への留学経験がある人です。他人と比較するまでは満足していて幸せだと感じていたのに、比較した途端に不満足で幸せでないと感じるようになりました。まさに不幸な話です。比較癖のある人の不幸なところは終わりがないことです。世の中にはすごいお金持ち、すごいハンサムや美人、すごい天才がいます。足るを知るができない人生をそろそろ卒業してください。今の自分にないものは必要ないものと捉えてください。2個目、将来の不安をなくす方法。50代になると定年後の働く場はあるだろうか、寝たきりになったらどうしようなどと将来について不安に思うことが増えてきます。しかしこのように考えることは全く意味がないです。心配したからといってそれが現実になる可能性が減るだけではなく、むしろ脳は考えていることを実現化しようとするため不安が的中する可能性が高くなってしまいます。僕たちは幼い頃から〇〇すれば結果が出るという二段階思考を埋め込まれてきました。例えば頑張れば志望校に受かる、売上を立てれば出世できるなどです。確かに勉強しなければ試験には受からないし、売上を立てられない人が出世していくのは難しいです。しかしこれが今我慢すればいい未来が来るに置き換わってはいけないです。未来は今の延長線上にあるため、今が犠牲感でいっぱいならいい未来は絶対にやってこないです。さらに今我慢すればいい未来が来るというのは一見将来を見据えた前向きな思考のようですが、実は危険な考え方です。なぜならいい未来を期待することは今がダメだという判断をしているからです。今を生きていること自体が本当はとても幸せなことなのに、ダメダメと言いながら上を目指していると60歳になっても70歳になってもダメと永遠に自分に丸をあげることなく、死ぬまでひたすら階段を登るだけの人生となります。今の自分に丸をあげてください。3個目、前向きになる方法。30代後半から50代の専業主婦の人たちやルーティンワークの仕事をしている人を中心に、なんだか虚しいという思いにとらわれることがあるようです。彼らはいろいろな変化に富んだ仕事に比べて、自分は毎日同じことを繰り返しているだけで成長がない、世界から取り残されていると言います。しかしそれは正しくないです。毎日仕事や家事で同じことを繰り返している人は
絶対的にその分野で成長を遂げています。図にすると場所は移動していないけど同心円がぐんぐん大きくなっているイメージで、その円はスパイラルを描きながら上にも伸びています。自分は変わらず同心円の中心にいるため気づかないだけです。時は流れるのではなくて積み重なるものだと言われます。あなたの時間は確実に積み重なっていて、その時には辛い出来事だったことも経験として積み重なり、あなたの血肉となっています。あなたの人生において今のあなたが一番素晴らしいあなたです。今日の自分が今までで最高の自分であると認識してください。4個目、毎晩熟睡する方法。よく眠れないと訴える50代が増えています。若い頃は朝までぐっすりと眠れたのが、年齢を重ねると眠りの質が落ちてきます。眠れないと悩む人たちは、眠ろう眠ろうと考えるのではなく、起きよう起きようにシフトしてください。まず朝起きる時間を決めて、そこからきっちりと動くのが不眠症克服のコツです。前の晩に何時に寝ようが、途中で何度目が覚めようが、日の出とともに起きることです。僕たちの体は夜10時から深夜2時にかけて成長ホルモンを出します。そのため毎晩10時には布団に入り、日の出とともに起きるのが理想です。早すぎても良くないです。宇宙の一部である僕たちは宇宙のリズムに従って生きるのが一番の理想です。5個目、体の不調を治す方法。未病という言葉があります。これは病気ではないけど病気になりつつある状態のことを指します。なんとなく調子が悪いといった未病を撃退するために、50歳からは毎朝の体温測定を習慣化してください。体温を測ることで生命エネルギーのバロメーターである体内酵素の働きが分かります。体の健康を保つことができるのは各臓器が正しく働いているからです。各臓器を正しく働かせるためには酵素が必須です。僕たちの体内にはおよそ5000種類の酵素があり、それぞれ違った役割を持っています。そして未病とはいくつかの酵素が働いていない状態といえます。すべての酵素が最も活発に働くのは体温が 36.7 度の時です。つまり大切な酵素が働けない状態になっていないかを知るために体温測定は欠かせないです。理想の 36.7 度をキープするためには、まず入浴はシャワーで済ませないで湯船にゆったりと浸かることが大事です。ぬるめのお湯にしっかりと浸かって体の芯から温めてください。次に運動です。筋肉がつくと血行が良くなり体温は高くなります。そうすると基礎代謝も増えて太りにくくなります。体温を上げる暮らしは健康にも美容にもいいことだらけです。ぜひ取り入れてください。6個目、伴侶とうまくいく方法。熟年離婚が増えています。離婚とまではいかなくても夫婦仲がうまくいかないと訴える50代は非常に多いです。パートナーと長く一緒にいるとお互いどうしても空気のような存在になります。すべてがそうであって当然と感じられ、感謝の気持ちが薄らいでいきます。例えば、あなたちょっと台所の電球取り替えて、そういった言葉の中には取り替えてくれるのが当然という気持ちを持っています。またこのシャツクリーニングに出しておいて、その言葉の中には出してくれるのが当然という気持ちを持っています。男女ともにこのような態度になって相手をムッとさせます。50代ならまだ取り返しが効きます。夫婦間のありがとうを復活させてください。夫婦の仲はありがとうの数で決まります。7個目、部下がよく働く方法。今の50代は上司から激しく育てられた世代です。若い頃は上司の言うことは絶対でした。しかし今は違います。上司だって時には間違うという態度で部下たちは接してきます。しかしこれは嘆かわしいことではなくいいことです。なぜなら上司も間違えることはあるからです。仏教に我以外皆師という言葉があります。自分以外はみんな先生であるという意味です。もし部下が使えないと嘆いている上司は部下を使おうとしているからいけないです。部下に学ぼうくらいに構えていれば、嫌でも部下はいい働きをしてくれます。彼らから学べるものはたくさんあって、学ばなければ損です。お互いの立場の変化を歓迎して有意義な50代を過ごしてください。8個目、老いが怖くなくなる方法。50歳を超えると身近な訃報に接する機会が増えてきます。
僕たちはできるだけ長生きしたいし、死にたくないと思っています。でも死は間違いなくやってきます。50歳だろうと60歳だろうと、どれほど健康だろうと、みんなおぎゃーと生まれたその瞬間から死に向かってカウントダウンしています。誰もが死ぬまで余命を生きているとも言えます。人は皆死に向かって緩やかに準備しているからこそ、貴重な今という時間を有意義に過ごさなくてはいけないです。そしてそれを邪魔するマイナス思考はどんどん捨て去ってください。僕たちの人生は今という時間の積み重ねです。今を不安に生きていたら、余命は全部不安だらけになります。今を幸せに生きていれば、余命は全部幸せです。まずは今日を幸せに生きてください。9個目、くよくよしなくなる方法。僕たちは変えようのないことについて思い詰めることがあります。過去の出来事や与えられた環境について恨みがましく思い、無駄な時間を過ごしています。考えても仕方のないことを考えて、大切な毎日を台無しにしている人が多いです。それは自分の人生にわざわざ欠けたところ探しをしています。50歳で欠けたもの探しを繰り返しているようだと、70歳になっても80歳になっても同じことをすることになります。今ここにいる私という人間を生きるしかない。そう諦めて全てを受け入れて生きる人だけがその人生を最大限に輝かせることができます。過去への思いや未来に対する妄想を諦めた時にこそ本当の今ここ私を生きることができます。諦めるというと後ろ向きに聞こえるかもしれないです。しかし仏教的に考えると諦めるは明らかに見るです。諦めることによって本質を見抜くことができます。上手に諦めて上手に忘れてください。10個目、悠然と生きられる方法。今企業や地域コミュニティにおいてダイバーシティ多様性の波が押し寄せています。外国人が増えたからだけではなく、そもそも個人の価値観が多様化しています。もともと島国で暮らす単一民族の日本人は似たような人たちに囲まれていました。会社においても上司の言うことに同調して動くことに異議を唱えづらい土壌が生まれました。しかし今は違います。多様化を嫌うのではなくて、多様化を受け入れる思考が絶対に必要とされる時代となりました。50代からは一体感が必要とされる年代です。一体感とは似た者同士で得られるものではないです。個性の違う一人一人がそれぞれの働きをして助け合い支え合えたところでこそ真の一体感が得られます。11個目、人を幸せにする方法。あなたは Facebook やブログをしていますか？まだしていなかったらぜひチャレンジしてください。このように言うと多くの50代が拒否反応を示します。そして僕が発信した情報なんて誰が読むのさと言います。しかし誰かが必ず読みます。あなたが書いた一行を世界のどこかにいる一人の人間が読むかもしれないです。それによってその人は助けられたり勇気づけられたりするかもしれないです。あなたにしか書けない内容があり、あなたにしか伝えられない人がいます。お釈迦様はインドラの網という言葉を用いて、世界はやがて網の目のようになる。その網の目と目の間は光り輝く玉になってみんなを見ていると予言しました。まさにインターネット時代の到来を知っていたかのようです。今まで子供たちや部下に対してあれこれ伝えてきたと思います。それは限定された人に対しての限定された情報伝達です。しかしインターネットではもっと自由に自分の伝えたいことを世界中の人に発信することができます。若い頃は小さなことに悩みます。20代や30代の悩みは50代から見ればそんなこと大した問題じゃない、そう思えることがほとんどです。それでも若い人は経験が少ないからこそ悩みます。50代の人が自分の経験について発信することは20代や30代にとって読む価値のあるものです。どんな小さいことでも読んでいる誰かをエンカレッジしようと思って書いてみてください。50代の知恵こそあなたの財産です。解説は以上です。50代は人生が最高に充実するゴールデンエイジです。興味のあるものから試して命を思いっきり輝かせてください。今回の動画が勉強になったと思った人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。